今日午後なんですけど、まあそうやる気が出たからやります。まあ一応、まあこのドア、俺の部屋のこのドアの位置はめんどくさいから変える気ないんで、とりあえずこれだと部屋が暗いというわけで、この石膏ボードを取ってちょっとこっちに移します。まあどうせ切ってあるからいいんだよね。あ、切ってねえや。まあいいか。まあこっち移します。まあここら辺から結構巻き返しができてきた感じですね。でもやっぱりこの窓際なんですけど、本来これとにかく仕切りだけ作って自分の部屋を確保したっていう感じです。で今このしながら思うんですけど、なんかね、舞い上がってたんでしょうね。家買いました、シェアハウスやりたい、じゃあ DIY をするみたいな感じ、舞い上がってたし、舞い上がってた上に初めてじゃないですか。家買うも初めて、 DIY も初めて、不動産業をやりたいとか思うのも初めてなので、やっぱりそのやりたいこととか理想以外思いつかないんですよ。だからその理想に対してもっとこうデフォルトの状態、もっとね最初にやらなくてもよかったはずのことをもっと思いついて最低限で来ればよかったんじゃないのかなっていうのにようやく気づき始めたのが、まあ今日この頃ですね。まあ、授業料だったんじゃないですかね。だからもっともっとこう、できないんだから、もっと最低限でやればよかったわけですよね。うん。だからまあ今思えば床じゃない、天井の点検口もいらなかった。たのかなーなんていうのも半分半分ですね。点検口作んなかったら屋根裏に行くこともなかったし、トイレの上にね猫だかタヌキだかが住んでるっていうこともわからなかったし、まあ、特には汚かったり竿天井の天井裏は危ないよっていうのが分かったし、まあかといってその換気量が普通は少なくてカビてるんですけど、普通の家っていうのは、でもこの家は逆に換気方で寒かったり暑かったりで、針が乾いて逆にパシって割れないか不安になるぐらい換気がいいですね。だからそこに気づけたのも大きいのかなって感じです。だから結構無駄なことが多いっちゃ多いっすね。で、巷の DIY 動画みたいに、例えば根田が 30.3 のピッチでビシッと入ってて、剥がしたらそれに合わせて、芯合わせでビス打っちゃいいよっていう家じゃないんですよ。ピッチバラバラだし、ハの字になってたりするんですよ。斜めになってたりね。だからそれらが全部通用しない中で、それなりになんか、DIY を上手い人の動画を見てそれに合わせるようにしたり、まあこれ合わねえからじゃあ強度が落ちないようにだけすりゃいいやつのはっていう風にやりゃいいの、やるには何をどうしたらいいかっていうのに無理くりやったり合わせていったりとか、まあまあなかなかね結構ヘビーな物件ですね。まだ水道管の漏水がもう一箇所は現時点であるんで、まあ、なんとなくわかるんですけどね、それまでにまたぶっ壊さなくちゃいけないところもあるんで、まあ、結構ヘビっちゃヘビですけど、まあなかなかいい勉強してる家じゃないかなと僕は思いますね。だからまああとはここ日当たりがすごくいい家なんですよね、この今石膏ボードを剥がしてるところは。だからせっかく日当たりのいいところを殺しちゃってるから、まあこれは
ね、やっぱりうつうつとしちゃうじゃないですか、部屋が暗いと。だからまあ、そういう部屋にしようかなっていうので、まあ頑張って、張り替えをしてます。そんな感じですね、日々、勉強ですね。うまくいかないことの方しかねえわ。はい。まあ今日はここまでで終わりです。ただ、進まなかったな。いやー、なんか疲れてるな。まあ、ここに、石膏ボード貼って終わりっすね。はい。まあ、あと、明日の計画を立てて、そんで、今日は寝ますわ。早めに。はい。まあ、とにかく窓をつけたらすごい明るい部屋になるから、まあ、とにかく突貫工事でいいから頑張って DIY 進めていきます。バイバイ。